逆に最近のフェラーリのこういったこう市場開拓ビジネス見てちょっとなちょっといやらしいなっていうところないんですかラックスカー大谷初登場最新フェラーリの謎プロサングエ SF90 ストラダーレデイトナ SP3 最新のフェラーリの謎3つに迫ります でのわけでコージー TV 今回は小澤コージと大谷達也です初登場のラックスカー大谷さんに今回登場いただいたんですけども、はいはい、まあこの方はですねまあ私昔からよく知ってるんですけども、うん、最近なんと、うん、ザラックスカー TV という、はい、今までにない自動車チャンネル、はい、ちょっとね見たことがないです、はいはい、ですごくですね、うん、香り高いというか拡張高いというか <laughs>、はい いわゆる情報を単に伝えるというだけでなく、うん、ある種の世界観を伝えようとしている感じがあって、でですね大谷さんに今回、その一端を私のコジ t v でまあしゃべっていただくのと、うんうん、あとこれは何を目指しているのかっていうところにちょっと語っていただきたいと思ってるんですけども、うね、もうね、はい、シンプルな話、はい、嫌なこと言うよう、ね、いいですよ、2000万円以上の車じゃないと扱わないからね。とか <laughs>、うん、っていうか、そういう情報ってないじゃん。 言ったらあれだけど、自分はそういう世界、今、どっぷりやらせて、あともう一つ、大谷さんは、今、なんでこんなにスーパーカーとかスーパーラグジュアリーカーばっかりを乗って、今、年間、どれくらい乗っていっていうか、国際市場会にいろいろ呼んでもらうんですね、ラグジュアリーカーのブランドって、多分イタリアに3つとか、イギリスに2つ、3つ、全部あす、6つ、7つ、8つぐらいですよ。 全部読んでもらってるからだから大谷さん、今ね、すごいそういうラクシュアリーカーの世界の語り部になっていて、それ、面白くて、さっきもあの僕、思ったんですけど、今、二極化っていうけど、僕ら自動車ライターの世界も二極化していて、僕は本当にやっぱり一般的な車がやっぱり興味あるし、実際やっぱね、なんか楽しいんですよ、スーパーカーもちろん嫌いじゃないんですよ、超スーパーカー世代だから。けどね、やっぱね、離れたなって。 いや、昔はね、スーパーカー、なんか買えるかもって思ってたんですよ。で、昔、例えば、ちょっと安いポルシェとか買っちゃおうかなっていうか、まあ買ったりした。けど、最近の見ると、価格もそうだし、存在感からして、 これ俺、欲しいかなってちょっと思っちゃう別格感が離れた感があってそれはまず第一にマーケットが二極化してるよね、買う人がだから申し訳ないけど500万円、600万円ぐらいまでの車を買う人と2000万円以上の車を買う人とはっきり分かれてる。だけどこっち側の2000万円以上の世界僕はもちろん買えないんだけどそっちの世界見るとめちゃくちゃ面白いわけ、何かっていうとめちゃくちゃ面白いっていうのは、特に今。 僕はだからこうやってさ全、全ブランドを見させてもらってるわけですよ。うん、そうするとブランドの個性がものすごいはっきりわかるでやっぱり。で、そのぐらい2000万とか3000万とか5000万とか6000万円の車になると、うんうん、要は個性を生み出す余地が出てくるわけですよ。うん、要はだから申し訳ないけど、これ100万円、200万円の車だと、なかなか個性って出しい。出しにくい。 でしょまあ正直刑事し、うん、軽自動車ね、例えば、それは一生懸命頑張ってます頑張ってるし、けど、正直、似たようなもんちゃん、似たようなもんですよ。もちろん違うし、その中のちっちゃい差で、一生懸命頑張って、それは僕も気に入って,っ,てっ,てって乗ってたりはするんですけど。 決定的に違う,んだそう。そうか、そういう感じか。だから、その違いが分かる。あ、今度フェラーリこう来たかとか、今度ラブドこう来たかとか、あ,<ー>あ、だからマクラーレンはこっち行ったんだ、みたいなのが分かるわけ。えーえー、な全部見てる。なるほど、なるほど。で、その視点は、まあざん、残念というか、申し訳ないけど、世界中でそんなにたくさんの人を持ってるわけじゃない,ない僕たちの業界の中では、ね。だから、それは、やっぱり、ある種、はい、紹介していく義務があるわ思うかります。いや、僕もそれはそう思って、うん 今回あの、お招きしていただいたし <laughs> そ<う>、えー、お招きさせていただいたんですけど <laughs> じゃあ、第1弾なんですけども、うん、ザザン、はいまあ、フェラーリ、うん、今回はね、うん、やっぱり、うん、スーパーカーって言ったらフェラーリですよ。まあね やっぱり誰でも知ってるし、F1 に一番最初そう1950年でしっ1950よく知ってま一番最初からずっと出て続けているブランドってフェラーリしかないんです唯一ですね、フェラーリがね。で、その端的なちょっとミーハー心で言うと、最近出たプロサングエ。はい。あのね、大谷さんに言うのも失礼な話ですけど、フェラーリってずっと SU は作らないって言ってましたよね。明言してましたよね。それは2002年にポルシェが、あの、 エン作ってあの時もポルシェがエンかよって言ってたのが気が付いたらマカンと足して78割が SUV うそうですよ。の多分ポルシェって2ドアモデルって3割とか3割くらい使ったので残りは全部4ドアモデルばっかりですよ。 で,例えばでもそれって、SUV 出したラグジュアリーブランドはみんなそうで、うん、ランブルギーニもアストン・マーティンも、うん、まあベントレーも、SUV 出したと端に、ほぼ半分ぐらいは SUV になっちゃういやだから、すごい、すごい露骨にお客さんがそれを求めてる、うう乾いたところに水をまくようなマーケットですよね。そ みんな心配してたのは、じゃあ、SUV 出すとブランドイメージが崩れるんじゃないかって言ってたわけじゃない、でも、じゃあ、ポルシェのブランドイメージ崩れますかランボどうですか、ベントレアどうですかってだから、だから、つはだから、別に SUV 出したからって言って、ブランドイメージは崩れないっていうのは一つ、それでももちろんね、各ブランドが一生懸命、自分たちのふさわしいデザインだったり、パフォーマンスを持ってる SUV を出してきたからこそ、そういうふうにさ、受け入れられてるわけだけど、 でもね、もう一つ僕はすごく大事な理由があってね、うん、SUV って。いうののは今、うん、あのー 世界的に全部自動車メーカーって変化しつつあるわけですよ。そうですね。やっは本当化しなきゃるけないは本当ですよ、ね。そうそう,そうで、電動化しなきゃいけないわけですよ。で、たまたまスーパーカーブランドとか、ラグジュアリーカーブランドは生産台数が少ないんで、ちょっとそこに猶予を与えられているのは事実だ。ただ、いずれしなきゃいけないわけですよ。そうしたら、はい、要は年間1万台ぐらいしか作ってない自動車メーカーが、とんでもない金額の投資をしなきゃいけないわけです。うんうんうん、いやそうなんでしょうね。う多分そこら辺って僕らからは考えられないけど、結構すごいことですよね。 ただ、ね、彼らの企業規模からしたらとんでもない投資が必要になるわけでそれに備えて、まあ、やっぱりちょっと金稼がなきゃいけないという事情があるのは事実だと。はい、でただもう一つはやっぱり 世界的に SUV ってやっぱもう一家製のブームじゃないよねって。<ー>これはもうだからちゃんとマーケットとして確立。多分今、はい、世界中の自動車で、でね、セダンとかさ、うん、まあクーペとか何とかって分類した時に、うん、SUV の比率が一番大きいですよ。うん、その通りです。で、それはだからもうここ5年とか10年の話じゃなくて、うん、もうこう20年ぐらいずっとそういう傾向で来てるわけ、うん、です、ね、だからまあやっぱりそれもあって、 どのブランドも SUV もしくは SUV 的なものを出そうとしてるっていうのが、うん、じゃあ単純にフェラーリがさすがのフェラーリも SUV 出したっていうのはやっぱりもう主流というかもうこれが車になってしまったっていうところはきっとやっぱりあるんですね。 正直言えばそうだけど、フェラーリ的にはこれは SUV とは言ってない。そうそうそう、そうらしいんですよ。で、今回、どこに試乗会そうね、えっとね、イタリアのすごい北の方で、スイスとかなんとかの国境の近いところで。やっぱワインディングでやったんですよね。ワインディング、そうそうそう。だから雪道も本当は走らと試乗会やったの2月ぐらいで、雪道も僕らにちょっとある。いうのは、だからこれ、四輪駆動です。ただ、もうフェラーリって別に。 4リンクの前から出してるわけですね。FF と一応,一応ざっくりアウトライン。うんうん、プロサングエはどこがすごいのかっていうのは簡単なと思う、はい。えっとね、えっと、まあ、V12 機とエンジン。そうそう。やっぱそうなんですね自然球技の。で、725馬力って、多分725馬力っての、ね、SUV 界最強のエンジンパワー。うんやっぱり だからもう300キロぐらい多分出ちゃうわけですよ。よ、うん、で、えっと、駆動方式はもちろん四輪駆動。うんうん、で、フォ4ドアの4シーターなんだけど、うんうん、まあ、何がすごいって言ったら、一番すごいのはアクティブサスペンションを積んでることなんですよ。 あと一応言うと全部新世紀なんですよね。そ,うそう既存のいわゆるスーパーフェラーリの上げ底をしたものとか、ねうん、あとね、あの、ポルシェの時に海洋がちょっと残念だったのは、うんうん、9一1の上げ底どころか、<laughs> ホルクスワーゲンとかアウディグループと開発した s u v プラットフォームにポルシェアジをつけたものだったじゃないですか、そこが分あの僕ら、いわゆるジャーナリスト、ライター的には残念なところですけど、ベラリはやっぱそんなんじゃないんですよね他のモデルとは共用それない。 あのただ、プラットフォーム的にはフェラーリってえっとまあミッドシップ系のプラットフォームとフロントエンジン系のプラットフォームと2種類分かれているそれで言えばフロントエンジン系のプラットフォームなんだけどまあじゃあだから、他の車と何か共有してるかってことはまずないですね。全面的にないだからそういう意味で言うと SUV 専用っていうかまあそういったら怒られるけどプロサウンド専用に作られた土台からゼロから。 作られた車あとねそうは言ってもやっぱり SUV っていうのはある種の堕落じゃないかって僕らは、うん <laughs> うん 一部の人はやっぱ思っちゃうわけですフェラーリはやっぱスーパースポーツっていうかスーパーカーしか作らない重心が低いものしか作らないやっぱりハンドリングとかあの運,動運動性能最優先だはずがやっぱ車高が高いっていうのはどうしてもやっぱ運動性能が落ちるだろうとフェラーリっていうか、まあ、F1 だって基本的にも車高を下げるためにも、まあ、あのドライサンプはもちろんギアボックスとかの小ゃいのを作るとかすごいことやってる中どういうふうにフェラーリらしい SUV が で、うん、できたっってていうことを言ってるんですかまず第一にね、はい、だからフェラーリはこれは、はい、フォードアモデルだって言ってるわけですよで、フェラーリ初のフォードアモデルだ、ね、そうなるんだ、うん、でなる、ね、実はもうね、30年も40年も前から、はい、フェラーリは何回もフォードアモデルを作ろうと画策してて、はい、でも全部諦めてきたの。うん それはなぜかというと、そういう歴史がある,そうそうあるので、それはなぜかというと、小澤さんが今言った通りでね、フォードワーにしてボディ背が高くなって、重心が高くなった瞬間に、うんうん、フェラーリのハンドリングは実現できないそうですよね、うん、だから、それをもう今まで試作して分かってたから、ずっとフォードワーモデルを作らずにここまで来たなるほど、モデル作ろうと思ったけど、フェラーリの味にならないから、そ<う>これは却下って。 試しで作ってば、ああまあ一流シェフが、はい、これ俺うちの味じゃねえね。って言って、さささとバーンって割ったりするしてそう、捨てちゃうようなレベルの話があった。それを何回もやってたらしい。なるほど。だけど、今回、そのアクティブサスペンションができて、 初めてフォードはモデルだけど、フェ,フェラーリの味ができたっていうんで、これが消費ですじゃあ、これがやっぱり重要なんですねそう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 。この、あの、アクティブサスペンションっていうのが重要で、うん、まあ、アクティブサスペンションっていうと、うん、なんだろう、その、タイヤの位置を、そうですね、まあ、自分、車側が決められるのがアクティブサスペンション。ただ、本当に細かいところまで全部、サスペンションで動かそうとすると、うんうん、とんでもエネルギー、ないエネルギーが必要になって、 あの、あ<ー>そうすると、まあ、燃費も悪くなるし、うん、まともにはと走んないんで,、うん、で、今これちょっと写真でも出てるけど、はい、バネがついてるわけですよ。はい、だからバネとナンパーで、はい、えっと、高いし、ごくごく高い周波数だけは、うん、あの、あの、はい、まあ今までのその、 パッシシブサスペンションョ、ね、で、ね、カバーするけども、はい、まずまずの周波数帯はこのアクティブス、はい、あのサスペンションが自分側で動いてって、うん、タイヤの位置とを決めていくわけですよ、はい、だから車の姿勢を車側が決められるわけですよそうすると例えばコーナーでロール、うん、こうロールするわけじゃないですか、うん、それもどんな風にロールさせるかを車が自由に決められるわけですよだから重心高の高いフォードアモデルでも 本当に乗ったらびっくりするよ、これは。本当にね、あの、動き方が、スポーツカーの動き方。いわゆる背の低い、そう,そうそうそう。人うが1.5メートル以下ぐらいの。うん、全然1.5メートルどころか1.3メートルぐらいの、そういう車に乗ってるうう感じがするんだ。うん でだから不思議なの、はあ、自分の視線はそこそこ高いところにあるのに、ねええ、こうロールの仕方って、ええ、多分人間、すごい敏感に分かるんだけど、はい、それがなんかすごい低い車のロールの仕方のように感じるのそれ、違和感にならないんですかうんとね、すぐ慣れるし、あのー、なんだろう、アクティブサスペンションとかって、本当にこうハンドル握ってて、<ー>サスペンション、タイヤの感じとかつ伝わるのって思うかもしれないけど、むずいです、それがめちゃくちゃ伝わるの。 びっくりするそれはいわゆるこうアてあるフィールがあるというそうそうそうものすごいあのインフォメーションたくさん僕ね一番分かりやすいって思ってるのは走ってるスピードが分かるじゃないですかすごい出来のいい FR とかだと要するにゆっくりだと軽くてハイスピードになるとまあしっかりするこれバイクそうなんですよねまあまあそうだねそうでいやいやだからそういう生々しさはもろにありますあそうなんだびっくりり本当にこの感ででも乗心地は 今までのどのフェラーリよりも乗り心地がいい、ここにマルチマチックって答え書いちゃってあるんだけど、これはこのアクティブサスペンションはフェラーリとマルチマチックっていうカナダの会社の共同開発。会社なんだマルチマチックって会社聞いたことあるないですでしょ もう普通にレーシングカーとかバンバン作る。例えば今年、<ー>ポルシェがルマンに久しぶりに出てきたんだけど、<ー>その車作ったのこのマルチクマチックなの。なるほど。え、サスペンションだけじゃなくてじゃあ,じゃあボディ全部。<ー>逆にエンジンとかだけしかポルシェは作ってないの。え ポルシェな丸投げていうかそういうルールなの、今ね、LMDH ていうルールは、あ既存の,、はい、あのそういうレーシングカーコンストラクターに車を作らせなきゃいけないっていうルールがあって、はい、それを要はポルシェから請け負って、レーシングカーを作っているのが、このマルチマチッチク。 とか、あと、えっと、アストンマーチにバルキリーって、やっぱり2億か3億とかする車あるんだけど。コード走れないやつですよね。走れるのもある。あ、今。そうそう。で、あれ、元々はエイドリアンニュービーって、あの、アストン、あ、の、レッドブルのね。はい。あの、ファンの設計者。はい。はい。彼が途中まで作ってたんだけど。レッドブルとアストンマーチンが分かれちゃったせいで、宙に浮いちゃった。で。あ、そう。いう。そう、それを最後の。 仕上げしたのもこのマルチマチック<ー>とんでもない技術力を持ってる会社なるほどでだからただあんまり表だって出てこないけど、うん、実はすごい会社で、うん、だからその会社と一緒に作ったから、うん、このプロサムでってものすごい走りになってる じゃこれ正直ねマーケティングの結果できたプロサングエってうがった見方をしがちだけども実はマルチマチックによるアクティブサスペンションができたからこそ世に出せたという割とそういう順番であると要はねフェラーリ何が最近すごいって例えば出す車出す車全部売れてるでもう普通言ったらごめんだけど普通の人はオーダーさえ受け付けてもらえないぐらいもう全部ね完売し みんな知らないです、うん、知ってる人は知ってますけど。うん 買えないの、量産、要は限定モデルだけじゃなくて、量産モデルも、量産結構買えないそうそう、296GTB とかもとっくに売り切れになってるし、多分 GTS なんかも普通、なかなか買えないんですよ。そうですね、僕、追ってないんです、カリフォルニアってどうなったんですかカリフォルニアって今、ないんで、あれか、ポルトフィーノ。ポルトフィーノぐらいは、あれはお金出せば買えるんじゃないのそう、多分多ポルトフィーノ。ったらあれだけど、ポルトフィーノとローマは多分買える。 ミッドシップ系とか V12 系は買えないな<で>ボルトフィーノとローマが吊るしであとはみんなオーダーレベルなんだだ,だ,だからでもそれはちゃんと理由があってもちろんフェラーリリセールバリューがすごくいいとかもそうなんだけど、ね、だけどやっぱりね最近のフェラーリ乗るといいなるほど。もうねあの10年前だったら、ね、ちょっとねえこれってどうなのって思う車、はい あったどっちかっていうとブランド名と、あと工芸品としての、ねうん、あの、作りの良さで売ってるような見た目、ねうん、走りは、はい もちろん悪くはないんだけどそんなにっていうか僕は正直怖かったフェラーリ乗ったらステアリングとか割と過敏だったりしてねでも今、全然そんなことなくてものすごい安定感があるしいろんなインフォメーションが来るんで全然怖くないし本当に車としてもできいいんですよとかあとエンジンのキャラクターとか音の出し方とかねスタイリングとか全部が商品性がものすごいまとまってる。だから売れるのは 当然ですよ正直。わかりました。 というわけで、SUV はともかくで次、じゃじゃん、このエピソード、面白いエピソードで言うと、最近、スペチアーレっていうんですかね。スペチアーレとか、リミテエディションとか。要するに限定のモデル、昔で分かりやすいところで言うと、F40 <F> <50 S 2> とかね。F60 とかね。F60 じゃなくて、エンツオ・フェラーリっていうのがあって、そこらへんこそは僕の知ってる話だと、今までフェラーリをずーっと買ってきた人たちに、おめでとうございます。買う権利が与えられましたみたいな。 いやだって僕聞きましたもんエンツを買ったあのジーンズのすごいすごいカリスマがいてあの方はフラットエッドの小林さん面白い人すごい面白い人だけどもう招かれてしかも来いって言われるんですの作る現場といいましょうか試乗会みたいなところに。とか大体マラネロでやるケースが多いんだけどねマラネロに「あなたは買う権利ができたので何月何日に に来てくださいとでそこでいろいろプレゼンテーションを受けて、はい、はい、じゃあどうぞって最後、反抗して、でもあの、お支払いのタイミングとか全部フェラーリ都合みたいな。はい、なで、その中の最新のいい例がこのデータの SP3 というこのアウトなんと、うん、あのー。はい これは、まあ、ラフェラーリって言って、やっぱりすごい、あの、カーボンモノコック使った、かっこいい、も幽霊な、このなんかフェンダーが透けて見えてみたいな、なんかすごい形でした。あれ、カーボンモノコックで、V12 エンジンをミッドシップしてて、しかもプラグインハイブリッド1000馬力ぐらいあった。そうですね。 あれでもちょっとだからそういう意味でいうと未来感があった車そうです、ね、これはデイトナって名前が付いてる車で,で、ね、P3P4 とかっていうそういう1960年代<ー>70年代のそういうスポーツカールマンとかに出てたような車のオマージュ、はい、だから見た目も結構ちょっとクラシックな感じで,、ね、そうでだからこれはだからラフェラリと同じカーボンモノコックを使ってるんだけどエンジンはあえてプラあハイブリッド外してうんもう純 NA 自然吸気の V12 エンジンを積んでる。これ骨格は何かと一緒とかそういうのえ、だからそのラフェラーリと基本的には一緒。だからそのカーボンモノコック。<ー>うん。だけど、とにかくまあ見た目が超格調いいわけですうん、うん、僕らの何、うん、イメージするそうです、ね、スーパースポーツカーっていうかさ、レーシングカーの格好そのままなんですよ。はい、で、これが、まあここ1億円オーバーって書いてあるけど、はいはい、全然間違いで、うん、多分ね、2億。 6000ああ万とかレートによっては3億円ぐらい確かね限定で599台なんだけど<ー>あ必ずねフェラーリは限定モデルは何九9 9台<ー>これ理由がちゃんとあって、ええ、エンツォ・フェラーリが昔行ったんですよ。ええ <laughs> マーケットから1台少ないですから。だからこれは600台本当は売れる車なんだけど、それはわざと599にしてるわけです。まあそういうね。だけど、だからその、要は世界から599人のお客さんを呼んで、事前に呼んで。呼んじゃうんだもん。で、それで。すごいな。 いや、わかんない。ひょっとしたらちょっと多いかもしれないよ。で、っていうのは、読んどいて売,らない売れませんっていうのは多分ないでしょう。うまあ、だからあんまりたくさんは呼ばないと思う。ほぼほぼぴったりの数字の人を呼んで、んはい、でそれで、はい、どうぞ、これ、はい、どうです、買いますかって言って、多分そうするとみんなサインしていくわけです。じゃあ、なんでこれ、3億円の車をみんな喜んで買うか。はい。はい、それは欲しい。はまず大事にやりますよ、この、はいまあ、くて、早くて。 所有感を満たされるそうだって他の人は普通の人は買えない車 <laughs> はい買えますよって言われたらさ、まあねね、普通買え、はい、で大体そういうどうぞって言われる人は買えるぐらいのまあ財力が、まあ、そう持そうってる人だからだからみんな買っちゃうわけですよ、はい、でだけどもう一つは、はい、じゃあね万が一これ買った人がさこれ気に入らなかったとするでしょそ、はい、したら3億円で買った車が 3億5千万か、ね、ひょっとしたら4億円かで売れちゃうわけいや、けどそれってやっちゃいけないんでしょえっとねいや,いや例えばだから<ー>まあ細かくは知らないけど例えば買ってから1年とかは売らないでくださいねみたいな約束あるけど、はい、別に未来をずっと持っててくださいって話じゃないから、はい、かじゃあそこはある程度常識があればある程度自由ではあるんですね。 じゃあね、そのルール絶対破っちゃいけないのかって言って、うん、多分それを破ろうと思って破れますよ、うん、でもこんな狭い世界だから、はい、あいつ売ったらしいじゃもうすぐ分かるわけですね、うん、そしたら多分もう次から売ってもらえなくなるわけですよ、うん、だから多分ちゃんとそういう人たちはあのお行儀よくきちんとルールを守ってで、ね、それでまあ,あの絶対多分損しないなるほどでしかも自分の所有欲も満たされる,るほどっていうことだと思いますじゃあもう一つ最近のフェラーリのうん、うん 謎、伝説なんですけど、はいはい、スマホ持ち込み禁止ってう、<laughs> これよく意味が分からなかった。だからこの SF90 ストラダーレっていう車、また別の車ですね。あそうそうこれも、まあ、スペチュアルです、限定生産。うん、で、これも今年の6月ぐらいに、うん、あの発表されたんですが、はいそ、これも発表会に僕呼んでもらっていったのね、さっきのデータベース P3 も発表会やるんだけど、大体、はいはい、その発表会の前後に、 実際に今お話した世界中から買うためのお客さんを呼んでるわけですよ。はいはいはい、ああ<で>、そうか、ユーザーというかお客さんのための会があるんですね。会があって、マスコミの前とかに、ね、そうそうそうで、前とか後とかにある。後もあるんだ。そう,そうそう、後っていうケースもあるわけで、いやだから、これはもうちょっとあんまり言いすぎたらあれだけど、うん、多分本当の一番いいお客さんは、一番最後に夜に呼んで、<ー>ディナーかなんか振る舞うんですよ。 まあ、<ー>ディナーはなく、簡単なそのプレゼンテーションだけてる。ああ、そういう感じなんだ。で、大事なのは、その、うん、一番買ってくれそうな大事なお客さんにが、うん、そこで初めてその車を見なきゃいけないわけですうん、ネットとかで乗ってちゃいかんわけなんですよ。うん、ああ、そういうことか。だから、我々も、その、それ以前に見るお客さんも、全員絶対写真撮らせないようにする。<で>写真もダメなのね。もちろんで、 通常こういう、要はエンバーゴってあるでしょ我々の世界で。はい、要は発表会とかに。公開発表公開。公開してもいいタイミングっていうのがあの設定されるでしょ、はい、で、それより前に僕ら発表会とか試乗会とか、はい。 体験してたりするわけじゃない。うん、でもじゃあ何月何日まで絶対出さないでくださいねって言われても、うん、そうね。その時写真撮れるじゃん、撮れますね。僕たちは。ね、カメラで撮って。一応信用をてそうしてもらっててね。いわゆる会見日を守れば、はい。はい、いけど一応事前に撮っていいですよってなるけれども。フェラーリはダメ。あ、それがダメなんだ。そう。で、スマホ、ごめん、持ち込み禁止って、うん 書いたけど、持ち込めます。ただ、全部ステッカー貼れる。<ー>で、そのステッカーは、要は剥がそうとすると、ビリビリって破れて、うん、あの、お前剥がしたなってわかるような。でだから、本当に外に出ない。うん、フェラーリは。で、だから、その情報管理、うん、めちゃくちゃよくできてる。で、でもそれはだから裏返して言えば、うん、お客さんに本当に喜んでもらいたいっていう、うん、そういうお客さんを大事にする姿勢が、ものすごいちゃんとしてるよねっていう話です。 逆に最近のフェラーリのこういったこう市場開とかビジネス見てちょっとなちょっといやらしいなっていうところないんですかね。<の>ちょっとこう個人的に今ねこういうスペシャルでじゃあ世界から300人の人を選びます500人の人を選びます昔は単純にフェラーリたくさん買った人が呼ばれてたんですよ今はちょっと違っててその特殊な特別なフェラーリに乗ってイベントに参加した人に が、買う、宣言が出るの。えー、で、それは、うう例えば、サーキットで開かれるイベントとかね、あ,<ー>あとはツーリングイベントとかあるんですよ。フェラーリ主催のやつが。<ー>で、それに積極的に参加してくれると、じゃあ次の車、 売ってあげますよえー、そのファンの集いと言いしましょうか、うフェラーリアクティビティに参加した人にが、いわゆると優先権が。で、えー、なんで、な,なぜかっと買ってくれる人がありがたくないですかいやいや、んそんな買う人はいくらでもいるわけです。あそういうこと。それよりも、要は買って、施造されちゃ困るわけですよ。ああ<ー>。それをバーンと人に見せてくれる人に買ってほしいわけですよ。 へえ。要は、それはだから、さっきミスったデイトナ s ス P3 とか、あんなかっこいい車を、コレクションの中にしまっとくんじゃなくて、イベントで,で出てきてほしいわけ。そうなんだ。そうしたら、そこでまたプロモーションになるじゃん。で、そうやって、<え>で、さらに言えば、その時には、メンテナンスもちゃんとしなきゃいけないなまあ、それはそうです、ね。で、そもそもイベント参加費だってそれなりにかかるし。でそうやって、二十三十四十に、 自動的にフェラーリが儲かるような仕組みはできるそれってちょっと正直ど,どうなんですかいやらしいビジネスにも聞こえるんですけど、<laughs> うん、そうではなくて、フェラーリをこう宗教的なまでに、そうみんなにその、そフェラーリのこう、うん、イメージを買うだけでなく、うん、こう、音とかでみんなにルフする。うん、つまりこれは、フェラーリがより宗教化してる的なイメージでもあるそうそう清水総一さんがおっしゃったことは正しいんですよ。あ<ー>で、ポイントね。 みんな喜んでやってるわけですよ。で、あの、そこの、要は少しでも得を高めたいわけですよ。なるほど。買うだけでもダメ。行動して、主張して、みんなにルーフしなければダメ。まさに宗教その宗教って公選ルーフっていうのが、基本なのね。基本なんですよ。あれってしかもやらなきゃいけないんですよ。信じるだけじゃなくて、みんなを告知して、信者を増やすっていうのが、 だからそれに近いなこれそうそう近いぐらいそれはね松田師匠にも言われたんですけどもロータリーエンジンはね僕は宗教だってついちゃった違う東洋思想だとああまあ思想って言ってもいいですよそうそうエラーリ思想ですねだから大事なのはだって別にこれ強制されてやってるわけじゃなくてみんなやりたくてやってるんだからだからその機会をェラーリは与えてる提供してるだけなんですよだからはい買う権利ができましたよ いいう言い方になるわけです、ね、これって、これぞブランドビジネスの究極ですね。で、実は他のブランドも今みんなこれやりたいの。あの、言ったらあれだけど、イタリアの他の会社も、イギリスの,あの会社も似たようなことやりたいんですよ。だけど そこまでできてないですよね。そ,だそれ第一に、まあ、それはだからブランドイメージっていうかね、もうあるかもしれないし、<ー>ブランド性ってのもあるかもしれないし、もう一つは例えばモータースポーツでの歴史とか、プロダクトの歴史が、これだけ充実しているスーパースポーツカーなんってないんですよ。ないですよ、うん。だから、あとはだから、そのブランドに対するカリスマ性みたいなね、うん。まあ、ここまで言えばいだから、仕組みを作るだけじゃだめなんですよ。なるほど。ヘリテージがあればこそなのね。 だそれが本当のフェラーリのすだからフェラーリの謎は何かって言ったら、はい、そのヘリテージです、そしてブランド性です。な,なるほどね。で、僕的に言わせると、フェラーリ思想というのを、うん、そう広げるという意味では、すごく成長していて、はいまだに進化しているぐ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 るプラス方向に今回ってますよ。わかりました。と、はい、いうわけで、今回は、最新フェラーリの謎、ザ・ラクスカ TV 大谷。 初登場ってなわけで今回はフェラーリの謎3つに迫ってみましたってなわけでコージー t v とあとザラックスカー t v をぜひ見ていただいてそして信じてくださいってなわけでありがとうございました <laughs> い,るこれいるでしょう <laughs>